スマイルスマイルシップスタートはアクアの楽曲。2021年3月31日にランティスから発売された。PV の舞台となったスカンジナビア号5周年記念のアニメーション PV 付けシングルであり、アニメーション PV 付けは2019年9月25日発売のホースシングル未体験ホライズンぶりとなる。また、今作のアニメーション PV は心マジック。 A2Z 以来となるフル CG で制作されている。PV ではスカンジナビア号が舞台になっている。兄弟曲スマイルスマイルシップスタートは2020年に開催が計画されながらも新型コロナウイルスの感染拡大で開催を断念した5周年記念の6スライブツアーアクア6ス,スラブライブドームツアー2020のオープニングテーマに歌詞をつけたもので アクアの歌唱にあたり、アレンジや差しが異なる。原曲は、ボーナストラック、メンテーマオブアクアフィフスアニバーサリーとして収録され、裏の星公共楽団が演奏している。CD は、BD 同梱版と DVD 同梱版の2形態が発売され、CD には、兄弟曲の、スマイルスマイルシップスタートと、カップリング曲1曲とボイスドラマ及び、ボーナストラックが、 BDDVD には、スマイルスマイルシップスタートのアニメーション PV が収録される。初回生産分には、アクアメンバーの5周年ありがとうカードがランダムで1枚封入される。2021年3月30日付のオリコンデイリーランキングでは4位にランクインし、翌日の3月31日付では2位に浮上。 さらに翌々日の4月1日付には1位に浮上した。アクアのデイリー首位獲得は、ファンタスティックデパーチャー以来2週間ぶり。2021年4月12日付、オリコン週間シングルランキングでは1.6万枚を売り上げて4位にランクイン。デビュー作、君の心は輝いてるかいからの連続オリコン週間トップ小入り記録を26作に更新し、 途中からも含む連続オリコン週間トップ5、記録としても、水木奈々の25作連続を抜き、アニメ歌手歴代1位になった。収録内容におけるボーカル曲は、ふとじ、ボイスドラマパートは印で表記する。スマイルスマイルシップスタート、心の羽根よ君へ飛んでけ。スマイルスマイルシップスタート、心の羽根よ君へ飛んでけ。集まれ。内浦の浜ありがとうの気持ち。 メインテーマオブアクアフィフスアニバーサリースマイルスマイルシップスタートアニメーション PV ありがとうございます